メシコフラジオでゲーム雑談会 というわけで始まりました。メシコフラジオでゲーム雑談会でございます。新企画やるというね、予告をしてたんですが、ラジオ企画をやろうと思います。で、これからね、不定期になるとは思うんですけども、こういう形でラジオ形式のそのゲームを取り、ゲームをと、ゲームに特化したラジオ番組を、ちょいちょいやっていければいいかなと思っております。ウシコフラジオでゲーム雑談会 MC のウシコフでございます。初めましての方は初めまして、いつも見てくれてる方は ありがとうございます よろしくお願いしますという形でやっていきたいと思うんですけども、この番組はですね、ゲームをたしなむウシコフが浅い知識を総動員してゲームについて熱く語るゲームラジオ番組となっております。というわけで、今回ちょっとね、バックの絵は FIFA で、FIFA17 をバックに、やっていますが、今後はですね、そのゲームに対応した、例えば、なんていうんですかね、例えば、アンチャーテッドについて、紹介したいってなると、アンチャーテッドのゲーム画面をバックに喋ろうかなと。だから、その語るゲームによって、バックの絵は変えていこうと思ってますんで、その辺はよろしくお願いします。動くラジオみたいなとこをちょっと意識して頑張っていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。とりあえずね、最初、第1回目なので、このラジオ番組、どういう形でね、進行していくかとか、そういう概要的なことをね、一発目は話していこうかなと思っております。まず最初は、大体ね、オープニングトーク的なのを挟むんですけども、挟む予定でいるんですけども、とりあえずね、今回は1回目ですんで、いきなりこの番組について話していこうと思います。で、まずこの番組をね、やろうと思った経緯から話していこうと思うんですけども、まず、なんか面白いことできねえかなとずっと考えてはいまして、何ですかね、ゲーム実況は僕いつもやってまして、もう趣味の本当一部になっておりますけども、皆さんと喋りながらとかね、そのコメント欄を通しての会話をしながら、ゲームを楽しみつつも、レスポンスも楽しむみたいな形でやってきているところでございますが、なんかもう一つね、面白いことできればいいかなと思っててですね、それがこのラジオなんですよ。で、思いつきでやってるわけではないんですよね。本当に、もうなんか1年前ぐらいから友達とやってみたら面白いんじゃないかなみたいなことは喋ってて、それがね、今になってこうやって形になってますけど、ちょいちょい話題に上ることあったんで、決してね、昨日今日思いついたってことではないんですよね。自分の中で温め続けてたものを、今ちょっとね、どうやればいいかっていうのをちょっと見えてきてる段階なんで、やってみようかなみたいな感じで、いや どんな感じかなっていうのをまず一発目上げてみようかなと思っている感じでございます。なので、一応ね、ラジオなので しっかりと台本とかをね、立てながらやっていくつもりではいるんですけども、グダグダになると思います。で、今回もグダグダな喋りにもうすでになってますけど、多分なっちゃうと思います。一応ノートに 台本は起こしてるんですけど、その通りにはいかないと思います。時にはぐだり、時にはね、脱線したりとかね、あると思います。で、素人喋りなんで、本当に下手くそな構成になってくるとは思うんですけども、それはそれでね、ごひいきにというか よろしくお願いします。に、この番組のコンセプトなんですけども
まあ寝ながら寝っ転がりながらゲームと触れ合えるっていうのを僕はコンセプトとして掲げてます。ラジオって、まあ、いろんな場面で聞くことがあると思うんですけど、まあ、あの勉強しながらとか、まあ、あと普通に聞いた、だらだらしながら聞いたりとか、あと寝る前に聞きながら寝るみたいなこともあると思うんですよ。で、その辺にね、注力していきたいなと。一応、こうやってあのゲーム画面映りながら喋ってるんで、一応絵は動いているんですけど、別にこれ見なくてもね、全然話の内容としては大丈夫なので、そのゲーム画面を見ないでも、動画の画面を見ないでも話を伝わるようにね、工夫していこうかなとは思ってますんで、あの、その寝っ転がりながら、だらだらしながら、作業しながら、何でもいいんですけど、ながらラジオですね。それ本当にそのラジオのあるべき姿だと思うんですけど、その辺をちょっとね、意識して行きたいなと。で、ゲーム、ほとんどゲームを取り扱うんで、まあ、飽きないようにはしたいなと。僕の好きなジャンルで喋るからには、皆さんに飽きさせないように頑張っていきたいと思ってるんですけど、まあ、その辺はちょっと今後の、改善とかを見ていただいて、という形になるのかなと思います。本当、何度も言いますが、喋りはグダグダになると思いますし、一応台本ありますけど、順番がアベコベになったりとかね、あと、とっちらかった喋りというか、なんていうんですかね、あっちゃこっちゃ話題が飛んじゃうってことも考えられますけど、まあ、その辺はね、オリジナリティを意識してですね、頑張って番組の方を作っていきたいなと思っております。まあ最初の方はね、全然あの視聴回数とかも少ないと思いますし、浸透していくまで時間かかるっていうのは分かってるんですけど、まあ定期的にというか、まあ不定期なんですけど、まあ一週間のどっかでやるつもりなんで、そうやってまあなんですかね、まあ頑張って決まったスパンで、アップロードしていければいいかなと思ってますんで、頑張ってやっていきたいなと。もしかしたら週に2回上がるって可能性もあるかもしれないですけど、基本週1で上げれればなと思っておりますんで、よろしくお願いします。で、一応今後の展開というかね、あ、今後、その前にまだ喋ることありますね。ごめんなさい。で、ゲームを扱うラジオなんですけども、このヨシコフラジオでゲーム雑談会なんですが、どういうことを喋るのかと言いますと、まあ、ゲームを様々な角度から拙い知識を駆使して語ると。まあ、僕そんなにね、ゲームいっぱいやってるってわけでもないし、そんな考察とかも得意ってわけでもないので、ほんとなんか、にわかゲーマーですけど、自分の考えとかを自分なりに掘り下げていくっていうのも、やっぱゲームの楽しみ方なのかなと思いますし、僕の希望としては皆さんと一緒にね、そのなんか、一つのゲームについて語り合うっていうのも楽しみたいところではあるんで、その、まあ、拙なくてもいいんだけど、自分なりの解釈を持つってことも楽しいことだと思うんで、その辺を大事にしたいなと思ってます。で、まあ、そう、あるソフトをピンポイントで話題にする、特集するっていう。まあ、グランドセフトオート5だったら、グランドセフトオート5の話題をみっちりやったりとか、アンチャーテッドの話題をみっちりやる、FIFA の話題をみっちりやるっていう、ソフトごとにしっかりとした、なんかその論を展開するっていうパターンもあれば、ジャンルをまとめて語る、まあ、FPS だったら FPS 全般、最近の FPS こうだよねみたいなとか、スポーツゲーム最近はこうです、こうだよねみたいな、そういうなんかジャンルでその抽象的な点からというか、より
なんて言うんですかね、広がった視点のとこから語っていくという、まあそういうスタイルもあります。そしてゲームの概念的な部分を語る。まあこれはですね、概念的な部分っていうか、なんて言うんでしょうか。まあ、そのオープンワールドとかあるじゃないですか、そのゲームの用語みたいなの。そういうのをピックアップしていこうかなと。オープンワールドってこうだよね、とかね。最近の RPG こうじゃないとか。だからそのもうちょっとなんか、頑張ってコアな部分も攻めていきたいなと思っている所存でございます。ここはなるべく掘り下げてね、喋っていきたいなと思いますんで、下調べの方とか頑張っていきたいなと 思います。はい。まあ大きく分けてこの3つですかね。ソフトをピンポイントで、ジャンルをまとめて、そしてゲームの概念の部分を語る。この3つかなと。まあでも多分ソフトを語るっていうパターンが多分多くなってくると思うんで、それはよろしくお願いします。よろしくお願いしますっていうか、これからの展開をよろしくお願いしますって感じです。で、最新のゲームのみならず、少し時間の経ったゲームを取り扱っていきましょうと。まあ、最近で言うとね、ニオーとかね、フォーナーも出ますし、いろいろ出ます。いろいろ出ます。ハウトゥーサバイブ2も出ましたしね。どんどんゲーム出るんですけど、まあ、最新のゲームももちろんね、取り上げることもあると思いますけども、発売からもう何年も経ったゲームとか、PS4 なんかいっぱいありますからね、2年前のゲームとか ね、その辺もどんどん3年前のゲームとかもね、取り扱っていければなと。今更やるのかっていう考えの方もいるでしょうが、やっぱり僕としては面白いゲームを伝えていきたいというね、のもありますし、まあ、逆に、なんて言うんでしょうかね、あえてその自分がハマらなかったゲームについて喋って、他の人どう思ってんのかなっていうのを聞いてみたりとかもしてみたいなと思ったりもしてるんで、その辺はまあやりながらどうなるか見ていきたいなと思います。とりあえずその最新のゲームだけにとらわれないということだけは押さえておいていただきたいなと思います。そうですね。で、あとバックに紹介したいゲームを絵の代わりに流しながら喋ると。まあなんか、大体ラジオってバックに絵が貼ってあって、なんか声だけあるって感じだったと思うんですけど、まあ、僕はちょっとね、ゲーム画面を出しながら喋っていく。で、なんか場合によったらね、実演とかもできると思う。実演というか、なんていうんですかね、実際に動かして紹介するっていうこともできるんで、まあその辺、なんていうんですかね、見えるラジオじゃないですけど、そこでゲーム画面が生きてくるのかなと思うんで、常にその、なんていうんですかね、まあ言葉でもしっかりと伝えて、画面でもわかるようにしていきたいなと思っております。そして、で、今後の展開なんですけど、とりあえず、多分最初の方は僕ずっと一人で、こういう感じで喋っていくというか、まあ一人で番組をやっていくと思うんですよね。まあまずはその土台作りというか、まあその、しっかりとその牛コフラジオでゲーム雑談会、この番組を成立させるためにも、まずは場数を踏むというか 経験を積むことが大事だと思うんで、まずはもう自分でとりあえず何回も何回もやっていこうかなと思ってます。で、ちょっとなんか、慣れてきたらというか、なんですかね。まあ慣れてきたらですね。したらなんかフレンドとか、PS4 でよく遊んでるフレンドとかをお招きして、なんかそのゲームについて一緒に喋り合うみたいなこともやっていきたいと思ってますし、まああとなんかそのラジオ内でね、ゲームのコーププレイとかもできたら面白いのかなと思うんで、その紹介も兼ねてね。なので、ちょっと協力プレイもののゲームを一緒にやるところを撮影してあげるとかね、そういうのも考えてます。まあ、まずは自分でね、この番組を頑張ってね、広めていきたいなと思ってますんで、
まあね、お聞き苦しい回がね、続くかと思うんですけども、まあ、その辺はちょっと本当よろしくお願いします。これからの成長をぜひご期待くださいという感じですね。まあ大体ですね、この番組は何て言うんですかね。まあ一応台本はあるんですけど、もう、まあ、さっきも言いましたけど、脱線したりとかね、いろいろグダグダになると思うんで、まあ、一応ね、30分からまあ1時間の間で番組は収めようと思ってるんですけど、どうなるかな？ まあ僕の構成力がなかったら、むしろ時間が少なくなっちゃうかもしれない。少ないっていうか、20分とかで終わっちゃうかもしれないんですけど、その辺はちょっと工夫して 頑張っていきたいなと思います。そしてですね、今後やっていくこととして、もう一つがですね、まず一つ目はそのゲストを呼んで、一緒に喋るとかね、をまずは目指したいと思います。そしてもう一個が、なんかその、テレビの CM みたく、なんかその、特集してるゲームの、なんか CM を作るというか、ゲームプレイ映像をクリップで撮っておいて、なんか編集して CM っぽく作ったりとかして、その、なんですかね、話題と話題の間で、CM を挟んで、実際のラジオっぽくしたりとかしたら面白いかなとかね、友達と喋ってたんで、それもちょっとね、いずれ実装していきたいなと思います。だから FIFA を紹介する回だったら、なんかスーパーゴール集とかをなんか30秒ぐらいでまとめて、なんかうまいこと作れれば面白いのかなと思ってるんで、その辺はちょっとね、期待していただきたいなと思います。これはね、僕も考えててね、面白かったというか 頭の中ですげえ面白かったんで これはちょっとやってみたいですね。CM 風演出。で、コメントとかはね、まあ、あれば、まあ、とりあえず、現時点では、YouTube のコメント欄とか、あと、まあ、Twitter のダウンロードメッセージでもいいんですけど、その辺に送ってもらえればと思うんですけども、まあ、なんかもうちょっと周知されていったら、メールとかね、G メールとかを開放してその辺に送ってもらおうかなとかね、思ってますけど、そこまでね、たどり着けるかわかんないですけど、まあ、徐々にね、リスナーを増やしていきたいなと思っておりますんで、リスナーが増えることでそういうコミュニケーションツールの裾野をどんどん広げていこうかなと 思ってますんで、よろしくお願いします。ではもうコメントとかで、その、この番組に対する意見とか、あとゲーム、その特集されたゲームに対する意見とか、まあ、感想とかね、いろいろあると思うんですけど、その辺を書いてくれれば、次の、放送で取り上げることができるんで、フィードバックしていただければなと 思っております。はい、そんな感じですね。まあ、僕が一番楽しみなのはやっぱゲストを招いて、そのゲームをよりね、多角的に見るというか、やっぱ僕一人だと考えが一個なんで、まあどうしてもね、一つの見方に偏ってしまうと思うんですけど、複数人の方とが見えてくると思うんですよ。だからいいゲーム、すげえいいゲームって言われてるけど、どこがいいのかっていうのが、僕の考えだけじゃなくて他の人の考えも見えてくると思うんで、こういいゲームなのかっていう、その別の見方が出てくるんで、でまあ逆にその僕自身が面白くないゲームでも他の方からしたら面白いっていうかもしれないんで、その辺の意見とかも楽しみにしてるところなんですよね。なのでこの辺はちょっとね、頑張って、まあ、とりあえず僕が頑張ると MC の僕が頑張ってですね、フレンドの方がね、来てくれるようにね、努力したいと思います はい、そんな感じですかね。
何分喋ってんだろう。多分そんな喋ってないと思うんですよ。まあ第1回目なんでね、許してほしいんですけども、とりあえず番組の概要としては今喋ってたことになりますね。まあ、こんな感じでですね、もうちょっと台本も練り上げつつ頑張っていこうかなと思ってますんで、これからのこのラジオの放送をぜひ楽しみにしていただければなと思っております。はい。ね、グダグダで申し訳ないんですけど、こんなところですかね。まあなんですかね。ラジオ番組でこの黙る時間を作っちゃいけないと思うんですけど、仕方ない、素人ですからそこはちょっとごめんなさいって感じなんですけど、最後にですね、まあなんかおすすめゲームとかあったらぜひコメントとかしてくれ、あのツイッターでもいいんですけど、レスポンスをくれたらですね、そのことについて取り上げたりとか、実際プレイしてみたりとかやっていこうと思いますんで、その辺はちょっとね、お願いしたい。まあ最初のうちは僕がもう一方的にどんどんね、僕が面白いと思うゲームを一方的に出していこうと思うんですけど、まあもうちょっとその認知度が広がっていったら、皆様方からのそのゲームのフィードバックをいただきたいので、まあ、どんどんコメントをしてくれると僕はありがたいですね。そう、うん、コメントをしてくれるとありがたい。してください、ぜひ。っていう感じです。はい、というわけで、まあもう終わりです。はい、終わりです。もう喋ることもないので、ラジオ第1回目ということで、まあ何回かやってったら慣れていくということを願っていきたいと思います。なんかエンディングの曲とかもね、あとオープニングの曲とかもなんとかね、つけたいところではあるんですけど、まあその辺まだ気が回らないので、うん、まあ今回勘弁してください。てか最初の5、6回は勘弁してください。はい、というわけでグダグダで申し訳ないんですけども、こんな感じで次回からもウシコフラジオでゲーム雑談会やっていこうと思いますんで、これからご愛顧ですね、よろしくお願いします。そして生放送の方もよろしくお願いします。というわけで MC のウシコフがお送りいたしました。バイバイ。またよろしくお願いします。バイバイ、ありがとうございました。